どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルに新しいブランドですね、シティエクスプレスっていうのをですね、追加になったんですよね。これの会員特典が発表されましたので、こちらの解説と、またね、メズム東京ありますよね。こちらのクラブラウンジ、今ね、現在有料会員制クラブみたいになってるんですけども、こちらもですね、変更が発表されましたので、本日はこちらの2つね、やっていきたいなと思います。 ということで、マリオットボンボイはですね、2022年の10月ぐらいに、こちらのね、シティエクスプレスバイマリオットっていうのも、例えば新しくなってるんですけども、このシティエクスプレスっていうのを買収したんですよね。で、このホテルはですね、あの、メキシコとかチリ、コスタリア、コロンビア、ブラジルとかね、ここら辺にあるわけなんですけども、まあ、このね、 シティエクスプループっていうのを買収して、今ね、このシティエクスプレスバイマリオットっていうね、あのブランドで今ね、やっているわけなんですけども、まあこちらのですね、会員特典が発表されましたということで、まずね、このシティエクスプレスでね、入っているホテルの中で、マリオットボンボンにね、今回、あの、会員特典ね、あの、追加になったわけなんですけども、 対象になってるね、えー、ホテルがですね、結構少なくて、こういった形になっております。シティセントロバイマリオット、オアハカってのがあると思うんですけども、このホテルだけですね、マリオットボンボイのね、あのー、ロイヤリティプログラムに参加しているということで、こちらのホテルね、全部メキシコのホテルなんですよね。ですので、現時点ではですね、このシティエクスプレスグループの え、ホテルですね。マリオットボンボンにね、参加しているのはね、まあ、こちらだけっていうふうになりますんで、これにね、あの、マリオットボンボンね、会員プログラムに参加してないとですね、実績とかステータスとか得点とかね、ポイントとかね、まあ、こういったものが獲得も利用もね、できないっていうふうになりますんで、まあ、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思うんですけれども、まあ、今回ね、あの、発表になった内容ね、まあ、そこまでね、めちゃくちゃこれ知りたかったですっていう方ね、まあ、こちらね、あの、メキシコのみっていうふうになりますんでね、まあ、なかなかいないと思うんです けどもまあ一応ね、私のチャンネルで見ていただいている方はね、一応頭に入れといていただきたいのと、このシティエクスプレスっていうグループがね、まあ追加になったことはですね、ぜひね、知っておいていただきたいななんていうふうに思いまして、まあ今回ね、動画作った次第でございます。ではね、詳細に入っていきたいんですけども、まずね、シティエクスプレスで宿泊するとですね、宿泊実績についてですね、まずこのシティエクスプレスにね、宿泊して、1滞在2泊ごとに1宿泊実績がね、付与されるっていうふうになります。こちら、ね他 あのマリオットボンボイとね、あの宿泊実績の付与がね、異なるっていう風になりますんで、非常に珍しいわけなんですけども、 一泊滞在しても宿泊実績もらえません。で、三泊の場合は一泊のね、宿泊実績しかもらえないっていうふうになりますんで、まぁ、あ、一滞在で2泊以上ね、していただかないとですね、宿泊実績もらえないっていうふうになりますんで、こちらね、結構注意点っていうふうになります。で、次にね、予約保証の部分ですね。マリオットボンボンホテルはですね、ホテル側の諸事情で予約済みのね、ホテルが満員が一利用することができなかった場合ですね、こちらね、会員に対してですね、 ね、保証するね、必要があるっていう風になっておりまして、シティエクスフクベレスバイマリオットはですね、こういった形になっておりまして、ゲスト保証ですね、プラチナチタンエリート、アンバサダーエリートの会員は50ドルと4万5000ポイント、それ以外の全てのエリート会員には50ドルということで、まあ、こういった形でですね、 予約保証はね、えー、されております。で、次にですね、ウェルカムギフトなんですけども、まずね、ゴールドステータスにウェルカムギフトはありません。で、プラチナステータス以上の方はですね、このシティエクスプレスではですね、このウェルカムギフトっていうのは用意されてないっていうふうになるわけなんですけども、シティエクスプレスグループにはですね、シティセントロっていうね、 グループがあるんですよね。で、このグループに関しては、朝食2名分ね、利用することができるっていう風になっておりますんで、またね、この朝食は利用できない場合は、え25ドルのね、保証が、まあ、受けることができるっていった形になります。で、次にね、ポイントの獲得についてですね、マリオットボンモホテルは、このシティエクスプレス以外のホテルだとですね、会員特典で1米ドルごとに10ポイント獲得することができますよね。まあ、それにステータスが上乗せになって、えポイントを獲得することができる。 わけけなんですけどもこのシティエクスプレスね、ブランドに関してはですね、1米ドルごとに5ポイントっていう風になります。ですので、他のブランドに比べるとですね、獲得できるポイントもね、少なくなっているっていう風になりますんで、まあこれね、普通にマリオットボンボイのね、サイトで予約できるホテルっていう風になりますんで、まあこの点とかはですね、特にね、注意していただきたいなぁと、 思います。それ以外のね、ステータス特典、まあ、プラチナ以上であれば、レイトチェックアウトとかね、16時まで利用することができるっていうふうになっておりますので、まあ、これ以外のね、特典は変わらないかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、こういった感じにね、あの、設定されておりますので、まあ、シティエクスプレスね、多分日本のユーチューバーの方で今のところね、あの、宿泊された方ってのはいらっしゃらないと思いますので、まあ、どういった感じのホテルなのかね、ちょっと気になる部分はあるんですけども、まあ、こういった形になっておりますので、ぜひね、メキシコシティね、行かれる 予定のある方はですねまあちょっと少ないと思うんですけども、まあエレンもね直行飛んでますんで、ぜひね、チェックねしてみていただければなと思います。 それでは次にですね、メズム東京ですね。開業して間もない頃ですね、このクラブメズムっていうね、クラブラウンジがメズム東京にありまして、プラチナ以上の方はね、クラブメズムね、利用することができたんですよね。またね、あの、バーテンとかもね、いるようなラウンジになっておりまして、非常に良かったんですよね。で、またね、景色もすごいね、まあ良くて、 私、めちゃくちゃお勧めさせていただいてたんですけども、1年ぐらいだったかな ?1 年半ぐらいだったかちょっと忘れちゃいましたけれども、まあこちらはですね、マリオットボーモイのプラチナステータス以上ではですね、こちらラウンジ利用することができなくなって、会員制クラブになったんですよね。で、非常にね、高額な会員制クラブになりまして、で、なったわけなんですけども、マリオットボーモイの最上級ステータス、アンバサダーステータスってありますよね。 この方に関してはですね、その会員制クラブになったんですけども、今まで通りのラウンジでね。 のようにね、利用することができてたわけなんですけども、こちらの運用がですね、2023年の8月1日からですね、変更になります。こちらはですね、クラブメズムリニューアルオープンということで、公式サイトがね、こういった形になっております。ちょっとね、省略させていただきますけども、8月1日からこのクラブメズムっていうのはリニューアルオープンして、すべてのね、お客様がね、利用することができる、まあ、 クラブメズムという名の完全予約制のバーっていった形になります。で、誰でもね、利用することができて、カバーチャージがですね、1500円、まあ入室料金みたいな感じでかかるわけなんですけども、まあそれ以外はですね、普通のバーみたいな感じで飲み物も有料で、食事も有料でですね、利用することができるっていう風になりますんで、まあこういった感じのね、 え、完全予約制のバーにですね、2023年の8月1日から変更になります。で、営業時間がですね、4時から11時最終受付が、10時ドリンクが20時半っていった形になります。で、予約についてなんですけども、完全予約制になっておりまして、予約方法ね、現在準備中ということで、まあ、当日ね、あの、電話とかではね、予約できるみたいなんですけども、もしね、利用されたい方は、メズム東京ね、電話して予約していただく必要があります。で、ご利用対象ということで、 で、利用できる方は、メズム東京に宿泊する方すべてのお客様がカバーチャージを払えばですね、1500円で入ることができるって言いたがちになります。飲み物、食べ物に関しては、優勝でね、提供っていう風になります。で、20歳未満の方はね、利用することができなくて、アンバサダーエリート会員の方は、カバーチャージね、1500円かかりますよね。こちらは無料でね、利用することができるっていう風になりますんで、アンバサダーステータスの方はですね、今回の変更は、 解約って言った形になるんですよね。というのも、アンバサダーステータスの方はですね、今まで無料でね、お酒とかが飲めてたわけなんですけども、まあこれがね、8月1日以降は、カバーチャージはね、無料になりますけども、それ以外の料理とか飲み物に関しては、まあ全て有料提供っていう風になりますんで、これはね、アンバサダーステータスの方からするとね、非常に残念ですよね。まあ今までね、ラウンジが使えてたところが、ラウンジが使えなくなったみたいな、まあそういった感じになりますんでね、 ま、これが2023年8月1日からですね、運用開始になるっていうふうになりますんで、こちらね、覚えておいていただければなぁと思います。で、メズム東京のね、このクラブメズム自体ね、入ったことないですよっていう方はですね、ま、ちょっとね、カバーチャージ1500円、またね、飲み物等々もね、結構高いと思うんですけども、ここね、非常に眺めも良くて、またね、 メズムカラーのですね、ブルーの照明とかもね、ガンガン焚かれて非常にですね、雰囲気のいいあのバーみたいなね、エリアになっておりますんで、ぜひね、あの、行ったことない方はですね、一度でいいからね、ぜひ、えー、見ていただければなぁと思います。ちょっとお酒料理がどのくらい高いのかちょっとわかんないんですけども、非常にね、あの、雰囲気がね、良かったので、ぜひね、体験してみていただければなぁと思います。 ということで、今回ですね、マリオットボンボイがシティエクスプレスのね、特典を発表いたしました。またね、メズム東京がですね、メズ、クラブメズムね、変更するっていうことを発表いたしましたので、まあ、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、シティエクスプレスね、誰か日本の YouTuber の方ね、行ってみてほしいですよね。まだね、ほとんどのあのシティエクスプレスグループのね、ホテルがマリオットボンボイ参加しておりませんけども、ちょっとね、どんな感じか見てみたいですよね。またね、メズム東京に関しては本当にね、アンバじゃない 私からするとですね、1500円払えばね、入れるようになったので、まあ非常にいいと思うんですけども、アンバサダーの方はね、本当に大解約っていう感じで残念ですね。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、やっておりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ